はい、主にこんばんは、ヤダンと。はい、ハルシオです。お送りしていきます。お送りします。はい、ということで第1回ヤダンとハルシオアワード。第1回ハルシオアワード。みんな言うと思ってないからね。別に大したあれじゃないんですけど、もともとはあれ、次何やろうかっていう、そうだよ、あのゲームの会議をまたしなきゃなって、定期的にやってるやつをまたしなきゃなって言ってただけなんですけど、過去のね、過去やったゲームというか動画を、自信大丈夫かな、続けて、うん、過去にやったゲームとか、まあ動画をね、まあ過去にやったゲームを見返そうって話で、別に動画見ようっていう話ではなかったんだけど、うん、で それをちょっと採点しつつやろうっていう話がなぜかここまで広がって、アワードっていうことに。アワードって何？大賞みたいなこと？そういうことじゃないの？わかんねえんだ。まあまあまあ、やるんだったら年末にやれよって感じなんだけど、あの年始も過ぎていい加減1ヶ月ぐらい経つこの時期にアワードをやっていくっていうことで、うん、第1回ということで、チャンネル開始からここまでっていう期間でやっていきます。結構あるよ。結構あるよ。結構あるね。うん、まあまあまあ、一応形として対象は決めてるけど、あの基本はそこじゃないので、あのジャンル分けというか、うんうん、大体自分たちがどんなゲームやってるかなっていう傾向を知ったりとか、まあそれと、再生数とか、まああくまで目安だけど、そこら辺との兼ね合いを見て、じゃあ次はこれやろうとかね。もしかしたらあの過去やめてるゲームを続きやろうって話になるかもしれないし、うんうんうん、まあまあやっていこうということでやっていきますと。じゃあ、はい、あのだいたい俺は4つぐらい部門を考えてきて、うん、4部門で区切っていくんで、まず最初の部門をやっていこうかなと思います。うん、いいね、はい、そういう感じなんだ。はい、じゃあ最初はですね、あのガチ部門やっていきます。ガチ部門、はい、あのガチ部門って何やねんって話だけど、ガチ部門ってことは次何部門だよっていう邪推はちょっとしないでいただいて、まあガチでうちらが飛び込んだ、ガチでうちらが取り組んだ結構シリーズ化がちゃんとしたような部門ですね、うん、ゲームをちょっと評価していこうかなと思います。で、エントリーナンバー1番、はい、番こちらですね。あら、出たね。これガチだ。そう、私たちこれ前の方がいいな。ちょっと待ってね。そうだね、うん、後ろでいっちゃってる。はい、うん、こちらですね、リモココロンということで、まあ、リモココロンは結構有名なゲームなんですけど、これとても評価が高くて、動画も再生されてるし、あのアルショ君の覚えも良かったらしくて、今度はまた新しいゲームやろうって言った時にリモココロンみたいなっていうのを一生懸命言おうとしてたでしょ。そうだね。名前忘れてたけど、ここ心コロンね、心コロン。違うここがなんか、ここがついてるな、うん、最初俺それが何だか分かんなくて、そんなゲームやったっけなって言ってたんだけど、はい、まあどんなゲームって言ったらどんなゲームでした。なんかね、ちょっかい出して世界を変えるゲーム、うん、ちょっとじゃあ見ながら、はい、積みゲーを崩せのコーナーということで、
そんなコーナーあったのこれ。まあこれね、最初のあれだよ、これやり方は分かんなかったからね、最初ね、うんうん、ちょっと良かったなと思う点としては、これ俺途中までやってたんだよね、多分ね。だから最後までやった記憶がなくて。で、まあ一応経験者一人と、やったことない人一人っていう中、やってったっていうのが一個良かったかなと。で、まあでも最終的には俺も分かってなかったから、二人で考えるっていうスタイルにも変えられたし、これ操作してるの俺だけなんだよね。その、そうだね。画面共有で、ね、あれはただ見てるだけでこうあれじゃないこれじゃないって言うんだけど、それが結構こう視聴者的にもさ、なんか同じ気持ちで見れるというかさ、まあ、そういう要素があったからいい動画になってたなとは思った。参加者としてね、視聴者が参加者としても見れたから。メイキはあれだったね、結構やりごたえがあったよね。駅ずっとやってたんじゃなかったかな。うん、駅をやり尽くしたのかな。そうだよね、きっと最後、うん、これがさ、あれに繋がってんじゃないかとかこう考えるのが楽しかったよね。うん、キャラクターもいいし、アルシロ君的には褒めどころは他にはないの。なんだ、キャラクターと音楽とテンポと、あとやっぱあれじゃない、ちょっとファミリー的な感じだよね。みんな多分お茶の間で一人がコントローラー持ってやってても家族で あじゃないこうじゃないって言いながらできるやつだよね。あそこがいたとかさ、ここが今動いたよとかね。まあ操作してるのは一人だけど、その、見てる側も参加度が高いというか、昔ながらの、昔の良き時代のゲーム、そういうゲーム、家族でゲームが、それ大きなヒントでもあるんだよな、多分。なんか昔はみんなさ、さあゲームやってたじゃない、家族で。そういう、そうだね、コントローラーがさ、家族じゃなくても、みんな人数分ないのが当たり前の時代あったからね。そう。家族じゃなくても友達でも知らんけど。プシュって言っちゃったけど。そうだ。はい。ということで、リモココロンでした。エントリーナンバー1はリモココロンでした。ということで、まあ、これを、まあ、アワードの話ね、まあ。これをどうやってやっていくかっていう。対象出ました。対象が出ました。もういいじゃん、じゃあ、終わっちゃって。一個一個だから採点していきましょうよ。ただ、採点をどうやっていくか、何点とかっていうことじゃなくて、もう採点、オリジナルの採点ボードっていうのを作ってきました。はい、こちら。これ、あれだね。大丈夫なやつ？見たことあるやつ。いや、オリジナルの採点ボードを作ってきたんで、そうだ、これを見たことある感じが。じゃあ、まあ、ああ、できた、できた。はい。じゃあ、これを。ちっちゃくなってたよね。ここだったところ。だから、これが、まあ、指針になるって、指針じゃない。まあ、でもさ、本当は多分ね、5点とかなんだと思うんだよね。この中心から。うん。上に行ったら知的。本当はってなんだよ。知的の5とかね。1、2。だとは思うんだけど、まあそれは関係なくてもいいかな。どこよりかっていうことで決めればいいかなって。ね、うん。じゃあどうですか、リモコココロン。どっちかっていうとバカっぽい気もする。バカだよね。バカの人はみんなバカだよね。絶対ね。あ、いや、さ、バカよるぞ、あんまりバカを乱発すると。あのね、違うんだよ。その、なんていうのかな。ゲームは頭使うじゃない。知的でもあるけど、うん、そうだね、そうだね。中の人とかは、バカだよね。うん、じゃあ、ここなんじゃないの。別にここ悪いわけじゃないから、ほら。悪いわけじゃない。ただ、うん、まあ、渋いかって言われたら、渋さは、まあ、渋いけどね。ここかってインパクトもあるね。ここなんじゃないのか、じゃあ。まあまあ、リモコのここなんじゃないのか。一発目からここってある
だここが基準になるか。そうだね。身も心に対して身も心に対してどうかみたいな話になるぞこれ。それでいいのか。ああ、じゃあちょっとでも、まあうん、どっちかって言ったらバカだね。あ、ちょっとバカに寄せとくのこれ。それ言っちゃうとね、ちょっとね。うん。じゃあ、ちょっと寄せとくか。このぐらいってことか。すごい点数低そうに見えるね、これ。じゃあ、まあまあまあ、ジャンルとしてね。まあ、ジャンルうん、ここかなって。だから、この位置が強いってこともあるかもしれないからね。これでさ。1の1ぐらいいってるんじゃないか。だから、他のさ、ね、ゲームがさ、ばらけて、身も心だけここって言ったら、ここ強い位置になってくるからね。ここ強い。うん。印象そんだけあるよ。じゃあインパクトじゃねえかって話になってくるけど。バカパくんの1の1じゃないの？うん。言い出してバカパくんの。バカパくんのって、ここら辺ってこと？そうだね。はい。じゃあ、ここってことで。後で変わるからね。これ、次出てきたら。そうだね。邪魔だっつって避けることになるかもしれない。はい。ということで。じゃあ、これで、決定ってことで。次の作品いきますよ。次のエントリー番号2番、こちら。うん